かまぼこ板をノコギリで切りましょう。切るところに定規で印を入れたら、まっすぐに線を引きます。足で押さえて切るので汚れないようにいらない紙を巻きつけておきます。平らな台の上に乗せたら、足でしっかりと押さえます。ノコギリの目の細い方を使ってください。はじめは押すようにして線のところに印を入れます。少し切れたら、引くようにして切っていきます。線が見えにくくなったら、おがくずを吹き飛ばします。切り終わりは、左手で板を持って、ノコギリを立てるようにして、ゆっくりと引いていきます。角度を変えて見てみましょう。切り始めはゆっくり。おがくずを吹き飛ばしながら、吹くときに力を入れて切っていきます。最後は左手で持ち替えて、ノコギリを立てるようにして、ゆっくりと引きます。これで綺麗に切ることができます。